るほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ご安心を。え、うちの八神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手一杯でしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が言ってます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな、無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、どうしても親神を。なんだよ、やってらっしゃ。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって大久保君が恵美ちゃんを。そんな、なんでだよ。弁護士としての俺は恵美ちゃんと共に殺された。連続殺人鬼
久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それ言い過ぎ。しかし面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、ついついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。ハチオ、ハチオってか。この野郎、上等じゃねえか。うわ！
終わったよ。海藤さん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだから。うわ、そういうこと言う。怪しいな。これはなんだ。ん？と、追いついた。例の探偵だ。ったく、ヒヤヒヤさせなって。悪かったよ。
ちょっとあんた、そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ、あと1週間だけ。本当ね、次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。ふう、やべえやべえ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か、あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からもう追っかけよう。お、ドローン使うってか。海藤さん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ？あれ結構済んだからさ。お前は探偵見失うなよ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい？怪しいな。あ、OK、見つけた。
じゃあスマホだぜ。鳩の映像を送ってやる。がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確か神室町で競馬の飲みやってる。飲み屋？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か？世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど。踏み込むなら今か。見てな。人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タボ。死巨人じゃねえぞ。どうも。いい俺だね、探偵さん。なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ？うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたな。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのも確認済み。もう逃げらんないよ。さあ、おとなしく払うも払いな。ふん、確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。よくそんなずうずうしいこと。また今度だ。うなんでそんなもん。海藤さん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。くそ、絶対逃がさねえ。
この野郎。往生際が悪いよあんた。うるせえ。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。探偵って言ってたな。名前は？今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、おっ、訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと海藤さん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった、分かった。いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。な、これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る。でもやっぱ相手が悪いと思うよ。冷たい夜、空はクリア。
賑やかな夜を楽しむならカムロ町はうってつけの街だ。だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織東条会。カムロ町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近カムロ町で最大の話題はこれ、連続殺人だ。 この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。構想中の東条会が見せしめにやったと言われている。こいつも目を得られてますね。三人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東条会系のヤクザだ。そして俺は矢上隆行は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分は？いや、こいつは依頼人に渡す分だしな。俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方はやめない？なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父っつん。そういや、天下一通りのコンビニ限定もんのどら焼きがあったぞ。箱入りのやつ。え？源田先生筋金入りの和菓子派だったろ。なるほど。じゃあ手土産はそれだ。
っしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい待てこら兄ちゃん、おめえ今どら焼き買ったな。だがそいつは置いてけ。は？なんで？ありゃ最後の一個だったんだよ。俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪いですよね、兄貴たち。おお、いい感じに頭湧いてんな。だとこら！やってんだターボ。羽村の頭。離せ俺。ターボがチンピラ相手に喧嘩あるわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか？いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか？いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかね。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。でした。ケンゴ、お前まだターボーに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい、よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ええ、ええ。ところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう潰されたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。ああ、
あ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分は引いてあるんで、あとどうぞ。おお、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。カイトのやつは元気か。ねえ、なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。お前も親父のお気に入りでいる茶を多めに見ててやる。松金のおやすん、お元気ですか。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。おう、行くぞ。もしもし。